You're listening to Shibuya Cross FM. こんばんは。始まりました。毎月第1月曜日夜8時からお送りしています。お送りしてます。サロンアムールのノーBeauty No Life。本日もよろしくお願いいたします。ね、早速噛んでてしまいました。もうあんなに言われてたのにね、本当ごめんなさい。まずこの番組はですね、私美容家中澤優子と自由が丘のエステサロンサロンアムールの店長武田が美容についてあれこれとお伝えさせていただいている番組でございます。店長、自己紹介の方お願いいたします。はい、自由が丘サロンアムールで店長させていただいております武田優子です。よろしくお願いします。お願いします。本日のゲストはですね、はい、もうなんとなんとというか、はい、私からよろしいでしょうか、紹介させていただいて。お願いします。本日のゲストはですね、はい、婦人科の田中先生、田中美香先生でございます、はい、田中先生は順定堂大学関連病院で主に婦人科手術を手掛けてまいりまして、これまで数多くの手術を経験してきましたので、それを生かして今後はより女性の心と体と向き合いたいという気持ちから、昨年の11月に恵比寿西口に恵比寿美香レディースクリニックを開業されたという先生でございます。はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。婦人科の先生のところに、うん、ちょうど田中先生のところに先日私もお伺いしてきたんですけど、はい、その婦人科に行きづらいというか、うん、行ってないよねっていう話をずっとしてたじゃん、うん、あの昨年ぐらいから結構乳がんだ子宮頸がんだっていろいろニュースで流れてきてて、うんうん、いや本当に1年に1回は行かなきゃね行かなきゃねって言ってたんですよ、うん、でもすごく待ってたんですね、今まで行ってた婦人科が。だから朝行って午後1時ぐらいにやっと受診できるみたいな感じだったから、やっぱ仕事してるとなかなか、いや今日は無理今日は無理ってなって流れちゃってっていうのがあったので、もう先生のところが比較的というか全然待たずに案内していただけるってい そうシステムだったので、そういうのもすごいいいなってい まあ、今日はいろんなことをいろいろお伺いさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまず1曲お願いします。はい、田中さくらさんで G です。雨だ、ありがちで
ありますか？可愛いって俺のって言ったじゃない。 yeah, yeah. 私を忘れていいよ、でもきっと忘れられないよ。あなたは逃げてただけだから。田中さくらさんで G でした。ではでは早速お伺いさせていただきますね。そもそもなんですけど、まあ、私すごく生理痛が辛くて、そういう症状だったとしても婦人科には行かないじゃないですか。なんか行きづらいわけじゃないけど、もう高校生ぐらいの時からずっと生理痛があったんで、なんか当たり前のものとして病院に行くっていうこう認識があんまりなく、うん、で何回かあまりにも本当に私ひどかったんで、貧血で倒れちゃうとかそういう時に行ってもこうなんていうんだろう、あしらわれるわけじゃないけど、もう薬出されておしまいみたいな、鉄出されておしまいとかが多かったんで、なんかもう耐えるしかないものみたいな風に思ってたんですよね。だからそういう生理痛とか、まあ、生理の症状でいうと PMS とかそういう症状で悩んでる方ってで多いと思うんですけど、そんなこう細かいというか小さいことでもこう言ってもいいですかね。そうですね、ぜひぜひいろんな症状が治療できる可能性があるっていうのは、うん、まず知っていただくこともとても大事だと思いますし、うん、まあ、やはり女性にとってそのホルモンに作用されるいろんな症状がやっぱり出てくるのは実際あるので、うん、まあ、生理の前と生理中のひどい症状っていうのは、うん、女性の 74% が何らか感じているって言われているデータもありますので、うん、まずは産婦人科に受診してみて、うん、それで、まあ、治療できるものできないものっていうのは、お話を聞くっていうのがまずスタートかなというふうに思っています。うん、でも 74% ってほぼですよね。うん、そうですね、ほとんどの人が悩んでるけど婦人科に実際行ってない女性も多いじゃないですか。はい、私みたいな隠れつらいみたいな、うん、方はいっぱいいるっていうことですよね。そうですね、その生理痛がこう軽減される治療っていうのは、はい、主に何があるんですか？まあ、皆さんが鎮痛剤はよく使うと思うんですけれども、うん、まあ、まず鎮痛剤で効かないとするならば、はい、漢方薬があったり、うん、低用量ピルがあったりします。で、うん、ただやはり10代の生理痛がひどいっていう症状も、うん、子宮内膜症の発症のリスクもあるというふうには言われているので、うん、だんだんと時代としては低用量ピルを推奨する、うん、排卵を抑制することによって、うん、婦人科の疾患を予防するっていうことがスタンダードなどになってきています。うん、その生理をそもそも来ないようにするっていうのも教えていただいたんですけど、はい、その3ヶ月に1回にできるっていうのもあるじゃないですか。うん、そうですね、それはどういう感じなんですかね。はい、まあ、そのピルのお休みの期間に、はい、生理が来るわけですけれども、うん、やはりどんなにその低用量ピルを使っていてもそのお休みの期間には、うん、女性ホルモンが低下することによる頭痛だとか、うん、どうしてもその月経の辛さが緩和しきれないという部分も実際あって、うん、で子宮内膜症の病気の予防で、うん、ずっと薬を使っている方も、うん、やはり休薬お休みの期間中生理を起こしているタイミングで、うん、内
膜症がまた再発するっていうケースもあったりします。ですので、まあ、月経の回数はなるべく少ない方が女性にとっても楽ですし、病気のコントロールも月経の回数が少ない方ができるんではないかということで、以前から、まあ、その婦人科領域においての治療では月経の回数を少なくする2ヶ月から3ヶ月に1回するっていう治療方法はあったんですけども、まあ、まず皆さんにとってそのピルを使うってことに対しての抵抗感があったり、なおかつ月に1回生理がないとまずいんじゃないのっていう、なんか不安になる感じはしますよね。1ヶ月に1回なんかなきゃいけないみたいな、ね、勝手な思い込みっていうことですよね。そうですね、そうですね。なのでもうデータ的にも毎月なくても安全なんだよっていうのはもう言われていることで、なので、まあ、その安全だってことをまず私は皆さんにお知らせして、いろんな選択肢があると。であと生理をずらしたいって、旅行に行くから生理をずらしたいとか、皆さんそう、まあ、いざという時はコントロールしたいんだけれども、まあ、結局一時的にコントロールすることによって、薬の量が多くなってしまったり、っていう部分はもちろんあるので、普段から自分の生活リズムに合わせていかれるっていうのはこれからの女性のためにはすごく大きいと思います。それ飲み方を変えるんですか？ピルのなんか種類が違うんですか？3ヶ月に1回にするっていうのは。は、まあ、そうですね。何社か出ていますので、で飲み方としてはその毎月起こし方も3ヶ月に1回にするっていう方法、まあ、一応120日間月経は起こさなくても大丈夫っていうことになってるんですけど、それは飲み方種類は一緒です。飲み方でじゃあ起こさないこと、月日を長くするっていうことができるんですね。知ってた？春夏秋冬でいいってことですよね。そうですね、120日3ヶ月に1回ぐらいだから、めちゃくちゃ楽は楽だよ、ね、すごいね、なんか概念がそう、でも毎月そう来ないとなんか不安になるっていうのはやっぱり、何にも、ね、妊娠のあれとかがなかったとしても、なんかこう次の生理がすっごい重くなるじゃないかとか、そういう不安がなんとなくあるから、実際そうなんですね。私は遅れたりするとすごい辛かったりとか、なんかもう恐怖みたいになっちゃうから、なんとなくなきゃいけないみたいなのがありますけど、ちゃんとした方法でそれがあるんだね。でも PMS の症状、ね、私はあんまりその生理痛がひどすぎるから PMS が分かんないのかもしれないんですけど、PMS で悩んでる、ね、お客様もすごくうちのお客様でも多いし、やっぱり周りでもすごく多いんですけど、こうそもそも PMS ってまあ私が思うのですけど、何にもなくても感情のコントロールがこうできなくなっちゃって、こう全然平気なのに泣きわめいちゃうとか、だからエステサロンに来る方で PMS の症状を抑えるためになんかホルモン治療をして、そのホルモン治療の薬で太っちゃってくるって方が結構何人か見させていただいてるんで、こうもうこんにちはバーって泣いて、全然大丈夫なんだけど、もうただ涙が止まらないのみたいな、でもそれはエステだから、あ、そうなんですねっていう感じでティッシュ置きながら泣いて話すっていうのができるけど、やっぱ仕事で理解されないとか、うつなんじゃないかって思われたりとか、女性でも生理痛って本当に様々だから、逆に私みたいなこうひどい人もいれば、何にもない人からすればもう縁起なんじゃないかぐらいののた打ち回りぐらいじゃん。だからそういうのもあるので、こうなんていうんですかね、 PMS イコール、まあ、病気とまでは言わないですけど、なんとなくなんかこう不安定なんじゃないかって思っちゃって、生きづらいっていうのもありますよね、きっと。そうですね。でも誰にでも起こることですよね、多分 PMS。 そうですね、その要は排卵をして、分泌される黄体ホルモンの作用によって、そういうふうにイライラしたり、今お腹が痛くなったり、生理前の諸症状が出てくるわけですけど、皆さんホルモンバランスが整ってないからかしらっておっしゃって受診されるケースは多いんですね。でもその症状でちゃんと排卵して整ってるからこそのバイオリズムで、なぜ黄体ホルモンがそういうふうに不調になるかはまだ分かってないんですけれども、でもまあ、そのちゃんと排卵をしてバランスが整っているっていう、そういう状況がゆえにそういう PMS は出てきたりはするので、その辺は誤解されている方は本当に多いと思います。そうなんですね、はい、
まあ、でもそう思ってました、うん、なんかこう不順じゃないけど何らかのバランスが崩れてるからイライラするのかなとか、うん、なんか自分が悪いわけじゃないけど、うん、なんかちょっとなんか自分の中の何かがあれなのかなみたいな風には思いがちですよね、うん、そうですね。じゃあちゃんとしてる状態の現れが生理痛と PMS っていう症状で出てるっていうことなんですね、まあ、なのでうちのクリニックでも、まあ、そうやって患者さんとお話しして、うんうん、でそれがあバランスがいいことなんだっていうことが分かるとそれで安心してまた受け入れられるというか、うんうんまあ、自分のことを受け入れられますよね、うん、そうですね、あ、ダメじゃなかったんだっていうので、うんうんうん、なんか泣きやめてすいませんになるじゃないですか、うんうん、もうでもちゃんと整ってるんで大丈夫ですっていうことですよね。 そういうことですね、うん、でも先生のクリニック行かせていただいたんですけど、はい、なんか本当にラウンジみたいな感じでホテルのすごい素敵なクリニックで内装とかも多分相当こだわられてるんだろうなって勝手に拝見していたんですけれども、はい、ありがとうございます。こう居心地がいいクリニックというか婦人科って大げさじゃなくて本当初めてかもしれないって思ったんですよね。その人にあんまり合わないっていうのも大きいし、うん、あの産婦人科ってやっぱ赤ちゃんいっぱい いるじゃないですか、はい、でその赤ちゃんのママたちがすごく申し訳なさそうにしてる感じが逆に申し訳大丈夫ですみたいなのってあるじゃないですか、うんうん、なんかその時間によってやっぱ予約制って、はい、のお子さんいらっしゃる方も行きやすいだろうなと思ってこう、うんうん見てたんですけど、うん、こう外にわざわざ出たりしません、ね、泣きやめちゃって注射とかするからやっぱ泣いちゃうじゃないですか、うんうん、でこう気遣って外出て、うん、暑い中とか寒い中とかして、うん、でそろそろかなと思ったら戻ってくるみたいな、うんうんうん、いうのもなんかなくていいなって、うん、そうですね、うんまあ、私も子育てをして、うんまあ、子供が泣きながら肩身狭い思いをするなんていう経験もあるので、うんまあ、その辺はまあ子供がいてもやっぱり産婦人科には行こうと検診に行ってほしいし、うんまあ、そういうどんなシチュエーションにも受診しやすい空間は作りたいなと思ってます、うんうん、なんか個人化っぽくないですよね、いい意味で、うんうん、なんかホテルに恵比寿のホテルのに来た感じっていう、なんか美容クリニックに近いようなこう、うんうん雰囲気ですごく居心地がいいなって思いました。ではではちょっと一曲挟んで次のことに行きましょうか。はい、はい、では二人の文学さんでわだかまりの秘密です。
送りしましたのは二人の文学さんでわだかまりの秘密でした。なんか今日あれだよね、いろんなことが起こるよねロックが始まったのかと思って今いやちょっと PMS と生理痛についてはだいぶ勉強ができましたね。そうですね、うん、まあ、でも女性のあれといえばやっぱ更年期っていうのに誰もがね差し掛かると思うんですけど、はい、その更年期の症状って本当にそれぞれだと思うんですけど、その一般的にそのホットフラッシュとかイライラするとかっていう昔の更年期とこう現代の更年期ってなんかあるんですか、違いというか。それは違いは全くないです、うん、でもやっぱり代表的な肩こり、うん、疲れやすい不眠、うん、これがあのホットフラッシュ以外に、うん、まあ、かなり特徴的というか、うん、な症状になります。なので多くの方が、うん、何らかそれらはあるんじゃないかと、うん、なので自律神経失調症、まあ、ホットフラッシュってなってくると、うん、私はそんなこと感じない元気って方は、うん、おっしゃるんですけど、うん、実際肩こりはひどかったり、うん、もう疲れやすかったりっていうのはある方は多いので、うん、まあ、やはり女性ホルモンの低下の始まりが更年期の第一歩なので、うん、まあ、何らかそういう意味じゃ不調がある方多いと思うんですけど、でもまあそれを言うっていう時代になってきたのが、うん、昔の方はそれを黙って誰にも言わなかったのが、うん、だんだんこう自分の不調をちゃんと言うようになったっていうのが違いなのかなと思います、うん、それはすごくいいことですね。そうですね、うん、その更年期が始まる年齢っていうのはいつぐらいなんですか、うん、通常は平均は49歳から50歳までに平均、うん、閉経するんですけど、うん、その5年前からというふうには言われています、うん、なので45歳から55歳、約その10年間が更年期とは言われていますけれども、うん、40歳前に閉経する方も中にはいらっしゃるので、うん、そういう意味ではその人それぞれ個人差はあります、うん。10年間って結構長いですね。そうですね。それはどういうふうにこう軽減できるんですか？プラセンタとかは、うん、そうですね、いいとは聞きますけど、うん、一応そういう閉経に際する、うん、更年期における治療はプラセンタは効かないというふうには言われています。ホルモン補充療法の代用にはならないというふうには言われています。ただ、まあ、いろんな意味でニンニク注射とかいろいろある中の、うん、まあ、元気がつくような感じっていうのはあるのかもしれないですけど、なんで一般的にはホルモン補充療法であったり、うん、漢方ですね、うん、代表的な治療方法としては、うん、あとは最近は大豆イソフラボンのサプリメントだとか、うん、まあ、そういったのが一応西洋医学の中で、うん、エビデンスのある治療方法ということで、うん、言われています。じゃあその更年期だなって思ったら、婦人科に行って漢方とかを処方してもらったら楽になるっていう、はい、そうですよね。でただ実際私たちは、うん、100歳まで生きなきゃいけない時代と言われていて、うん、まあ、10人に1人100歳まで生きなきゃいけない。でその中で、うん、戦国時代は50歳で閉経するのに50歳で亡くなってたわけですけど、うん、今は閉経してから50年も生きなきゃいけない、うん、でそういったことになってくると漢方とかそういう症状緩和っていうことも当然大事ですけども、うん、そのアンチエイジング的な、うん、どうやって骨粗鬆症を防ぐかとか動脈硬化を防ぐか、うん、そういったところはすごく大事になってくると思います、うん、やっぱ健康が第一ってことですよね、更年期。そうですね、まあ、なので、うん、その閉経の年齢になってくると、うん、皆さん一生懸命こう食事とか気をつけていらした方が、うん、急にコレステロールが上がってしまってがっくりして受診されるっていうケースもあるんですけども、うん、結局同じようにお食事していても、うん、ホルモン の, 状態によってもう急激にそういう環境は悪くなるので、うん、なので気にされている方ほどなんでコレステロールこんなに高いんだろうっていうショックっていうのは皆さんありますね、うんうん。でもまあそれはバランスというか、まあ女性ホルモンの関係のことだから、まあ仕方がないっていうことですよね。そうですね、うん、女性ホルモンって本当すごいよね、うん、本当にだってね、私はだいぶこう落ち着いたというか、うん、波みたいなのはなくなってきたんですけど、一時期なんて言うんですか、すごいこうアップダウンがあるみたいな、もう本当高校生ぐらいの時の話なんですけど、うん、でもそれを怒っちゃうけど止められないみたいなのが、
あるじゃないですか。 そうね、それがまた更年期になって出てくると思うとなんかどうなっちゃうんだろうみたいな、うん、あの時すごい暴れてたよなみたいなさらに暴れちゃう、もうお願いだから漢方飲んでみたいな、そってそっとそって漢方置いとく。でも10年間だとちょっと、うん、なんかずんときますね。そうですね。ただ、まあ、その女性ホルモンの低下による体の悲鳴ではあるので、まあ、自然にいつかはその良くなるんですね。自然にもその悲鳴を上げなくなる期間が過ぎるといろいろその体の自律神経失調症状を含む不調っていうのはなくなるんですね。でも女性ホルモン低下することによるいろいろ骨だあの生活習慣病だっていうことはどんどん深刻になってきますし、それこそその外部の諸症状とかそういうような症状もどんどんあの体の不調のその一定の自律神経失調症が克服されてもいろんな老化現象は急に進んでいくので、まあ、そういう意味じゃ美容を気にされる方はなおさらその辺は気になるポイントかなというふうには思っています。低下するときに出始めて、例えばこうあの閉経して、あの更年期の症状が出始めて閉経して何年か経ったら落ち着いたりするものなんですかね。自律神経失調症状は、その数年経つと落ち着いて体が慣れてきます。その女性ホルモンが足りないよっていう体の悲鳴が慣れてきて、でもいろんな諸症、その女性ホルモン低下による、骨だとかっていうものはもちろん落ち着くことはなく、女性ホルモン低下とともに急激にまあどんどん悪くなっていくっていう、ただ自覚がないので、それこそ骨粗鬆症は、そうですね、見ないと分かんないですもんね。ただ顔のたるみは骨粗鬆症が関係すると言われていて、でなので骨、背骨とかそういうところだけじゃなく、顔の骨粗鬆症が進行することによって筋肉だけじゃなく骨も大事なんですよっていうことは言われています。栄養素もじゃあ大事になってくると思うと本当酵素もちょうどいいね。そうだね、もう散々この番組であのアムールエンザイムを紹介させていただいてるんですけど、そのいろんなこう、まあ、年齢も、ね、徐々に、ね、私たちもエステ入った当初からは上がってきて、いろんなこう病気の名前とか、まあ、親とか親戚とかもそうだけど、あぶつかることがあるじゃないですか、本当にこう食事って大事だなって思うんだよね。だからなんかいいものを、まあ、それこそ先生が、あの婦人科でいろんなその患者さんが行きやすいところを作っていくっていうのプラス、やっぱ改めてこうどれだけ食事が大事で栄養価があるものをとって健康寿命を長くするかっていうのを伝えていくのが仕事だよね、私たちはね。本当になかなかね、でも忙しい方が多いですし、食事作れないよね、最近作ってないよね。いやね、本当ですね。でもなんか疲れてるこそ、疲れてる時こそ作るようにしてて、最近やっぱり、やっぱ疲れるんですよね、外食すると、だから食もそうだし、なんか疲れてるなっていう時こそこう、それこそ私で言うと検診行こうかなじゃないけど、このまま行ったら今年終わるなっていうのがあったから、今のうちにちょっと行っとこうみたいな、そういう自分を見つめる時間でもあるじゃないですか、こう食事だったりとかその検診行くとかって。だから大事な時間は大事な時間ですよね。更年期ってあったんですか、先生は。私はまさに今が更年期の世代になっています、ですので私は婦人科医として元気に、あの生きていきたいので、まずは私が先頭を立ってホルモン補充していきたいと思って今補充しています。補充っていうのはどうやってするんですか。は貼り薬とか塗り薬、あと飲み薬もあって、なので今あの基本的には皮膚を通して吸収するものがいいというふうには言われているので、貼ったり塗ったりがメインになってきてます。あ、そうなんですか。それをするとそのホルモンが増えるんですか。欠乏した状態が結局本来の、あの、なんでしょうね、あの足りない状況じゃな、また元に戻る、まあ、もちろんそのレベルとしては、あの生理があったほどの高い値ではないけれども、そのホットフラッシュなどももちろん軽減できるし、まあ、ほぼ感じないに近いぐらい楽になりますし、それはいいですね。骨粗鬆症にも、はい、お肌にも、はい、いい治療にはなります。その
治療は、はい、あの保険って適用になるんですか？はい、保険適用になります。そうなんですか。で、例えば先日知り合った方は、はい、パリではもう閉経したら皆さん自動的にホルモン補充療法っていうぐらい、うん、なんですって。当たり前なんですね、はい。で先ほど の, その3ヶ月に1回の生理、うん、あの来させる治療にしても、うん、やはり日本人はピルに対してすごく抵抗があるので、うん、あのホルモン補充療法っていうものにもあの、まあ、一時その乳がんが増えるなんて言われてた部分もあり、うん、今はデータ的にもほぼあの変わりませんっていうふうにあの、うん、な報告になってきてますけれども、うん、あの怖いホルモン剤は怖いっていうイメージは今もあって、うん、あの日本はまだまだあの低い水準ですね、うん、はい。なんかピル飲むとこう太るんじゃないかみたいなのもやっぱね情報としてあるから、うん、なんとなくこうピル飲んで8キロ太りましたとか10キロ太りましたっていう方も多いんですけど、うん、はい、それは実際どうなんですかね。あの食欲は上がる可能性はもちろんあるので、うん、あと水分も貯留する傾向に、うん、溜まる傾向にはあるので、うん、あの何も気にしなければ太るかもしれません、うん、でもそれはピルによって太るんではなくて、うん、食欲によって。そうです、そうですね。なるほどなるほど、うん、じゃあやっぱりアムールエンザイムを飲んでいただくということですね。もうピル飲んでお腹空いて、まあ、ピル飲まなくてもお腹空いたらもう最近ずっと私酵素飲んでるんですけどあの、まあ、栄養素が取れるのもそうだし、まあ、なんか最近本当改めてねあの凄さを分かってきて一周回ってあのちょっと お休みしてたわけじゃないんですけどあのなんか元気になれるんだよねあれ栄養が取れるからかちょっともう今仕事だけでもそうなんですけど、うん、あのまあ多分うちのお客様というか朝の8時から夜の11時までご飯食べれないで働くっていう人結構いると思うんですよね、うん、で休みもない中働いてるからもう帰ってバタって倒れてでまた次の日になってっていうのを今繰り返し真っ最中じゃないですか、うん、でもそんな中でさ料理とかってもう料理と言えない料理をね、うん、あの作ってくるみたいなのもあるので、うん、それの時にコンビニ食べるんだったら私は酵素を選ぶようにしてて、うん、全然体の疲れが違うの、うん、お腹空いてるから満腹感はあるっていうか食べちゃうんだけど、うん、次の日とかすっごくだるくなっちゃってなんか余計疲れちゃうみたいな、うん、それでまあ食べる時間もないしこうサロンで匂いもしちゃうからもう酵素でいいやと思って飲んでたら本当最近元気で、うん、だからあのやっぱ栄養素って大事なんだと思って、うん、それで武田にもあのこの間酵素玄米をね作って持ってこようとしたんですけど、うん、まあ炊飯器の中に忘れたっていう間違えるんですけどごめんねこの間今度また持ってくるご飯作ってきたよって言われてありがとうでも玄米忘れたって言われて、ね、じゃあ何作ったのみたいなサラダ作ってきてくれ、ね、サラダとおにぎりっていうおにぎりをちょっと推しだったんだけどおにぎりを忘れたっていうまあまた次回ありがたいです ね、はい、では一曲お願いします。はい、ブルーストゥーさんで Your Smile です。
け。また生まれ変わったら自分になりたいと思える生き方を、幸せのピースが集まれば大きなパズルができるはずさ。好きなことやりたいことすべて諦めないで思い続けよ。 Everything's gonna be alright. You have to live your dreams. 時間はもう取り戻せない、お送りしましたのはブルース・トゥーさんで Your Smile でした。いやもうあっという間のあれです ね、あと少ししかちょっと時間がないので、はい、聞きたいことをちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、はい、その一番その今のこう、まあ、同世代っていうか、うん、不妊で悩んでるそのお客様もそうですし、うん、友達とかも多いんですけど、その不妊治療自体は先生はこう何かこう、うん、なんていうんですかね、されたこととかあるんですか？はい、私自身、はい、不妊治療で結婚9年で、はい、子供を授かりました、うんうんうん、で、今2人小学校6年生と小学校3年生の子供2人おりますけど、はい、2人とも顕微授精で、まあ、妊娠できて、うんうん、でなので、まあ、不妊治療においては、うんうん、いろんな倫理観のご夫婦もいらっしゃるので、うんうん、何が正しいっていうのは分かりませんけれども、うんうん、まあ、女性にとって、うんうん、何歳まででも妊娠できるわけではないので、うんうん、その卵巣機能とかそういった部分、うん、十分考えて、うん、そのうちそのうちって言って、うん、いつか、まあ、できなくない、気づいたらできない年齢になっていたってことがないように、うん、意識してもらえたらなっていうふうに思います。そうですね、もう耳が痛いね下向かないの。そうだね、今すごい今響いてた確かに確かにと思う、うん、その35歳からが高齢出産っていうのがあるじゃないですか、うん、それはこう、まあ、そのままなんですかね、こう年齢も上がってきてるけど、うん、35歳を超えるとやっぱりいきなりこう妊娠しづらくなるんですか？いや35歳超えることによって流産の可能性も増えてきますし、うん、もちろんその妊娠率が低下してきます、うん、ですのでもちろん今は40歳で、うん、妊娠される方も多いですけれども、うんうん、35歳を過ぎると急激に、妊娠率などは下がっていきます、うん、で、まあ、何よりもそのぐらいの年齢になってくることによって子宮内膜症とか、うん、子宮筋腫を患っているケースは多いくて、ですので、まあ、定期的にチェックして、まずそういう病気がないかどうかっていうのは知っておくことは大事ですし、うん、一人一人
卵巣機能はいろいろなので、うん、なので40歳でも何の問題もなく妊娠される方もいらっしゃいますけれども、うんまあ、35歳過ぎるといろいろ妊娠率も下がってくるっていうところはあります。うん、内膜症とかがあると妊娠はしづらいんですか？そうですね、今までその男性不妊女性不妊いろんな原因で言われていまして、うん、で原因がわからない原因不明の不妊っていう、うん、方々は多いです。でただその原因不明不妊の中の患者様は、うん、子宮内膜症がありお腹の中に癒着があるとちゃんと卵巣卵管塞が包んでいるそういう位置関係がおかしくなって、卵子がちゃんと排卵していても、うん、卵管に送れないとかキャッチできないっていうなことがあるというふうには言われていて、うん、子宮内膜症は、まあ、他の因子もあるんですけれども、うん、妊娠しづらい原因のになります。じゃあなおさら言っといた方がいいですよね。妊娠したいと思った時に、うん、その、まあ、高齢出産と言われるのが35歳からだとして一番その女性が働き盛りの年齢じゃないですか、うん、それを一段落してじゃあ妊娠と思ったのが40歳だとしても、うん、35歳の時から、まあ、その前後からちゃんと検診を受けててなければ、うん、その可能性は増えていくけどその時点であったのに気づかなくて40歳を迎えて治療と、まあ、不妊治療もってなると大変というかリスクはどんどんこう、うん、あれなんですかね。まあそうですね、うん、なんでまず何か病気があった場合に、うん、じゃあ今仕事と妊娠どっちが大事なのっていう、うん、まあそういう部分をちゃんと考えられることも大事だと思うんですね、うん、なんで妊娠しづらいかもしれないっていうのが分かった場合に、うん、仕事を優先するのか、うん、妊娠を優先するのかとか、うんまあ、そういう優先順位をつけることができるのではないかというふうに思うので、うん、そういった意味では病気をちゃんと知るっていうことは大事だと思いますし、うん、あと日本においては子宮頸がんの検診率がすごく低いので、うん、後進国並みに低いというふうに言われています、ですのでちゃんと子宮頸がんの検診を受けて、で婦人科の疾患がないかっていうのは確認した上 でいつ産むか産まないか、うん、決められる女性を応援したいなというふうに思っています。うん、その究極の選択だよね。うん、難しいところですよね。そうですね。なんか最近結構お客様で卵子凍結、うん、される方も多いんですけど、うんうん、それはどうなんですか？そのリスクというか、あそこはかなり難しいお話になってきて、で、まあ、もともとはそのがんの治療をする上で、化学療法などは不妊の、今後卵巣から卵子が排卵できなくなってしまうかもしれないという状態になるので、そのがんの治療の前に、卵子の凍結だとか卵巣凍結っていうのが、まあ、そもそもその病気の治療のに伴うことであったんですけれども、今はその望む方がそういうような凍結するっていうシチュエーションもあったりはしますけれども、まあリスクもかなりあるので普通に推奨するっていうのはちょっと難しいかなというふうに思います。もともと病気のためのあれなんですね。そうですね。そうなんだ。なんかもうそこがやっぱすっぱ抜けて、こう働く女性の都合のよくって言ったらあれなんですけど、うん、やっぱりこうそれがいいよねっていう風な、うん、こう話題になったりっていうのもちらほらやっぱりあったりするので、うん、なんかリスクの部分もきちっとしておかないとあれですよね。うん、まあ、難しいよねそこは。うん、うん、そうだね、凍結しといた方がいいって思うね、うん、いう状況の人もいるかもしれないし、うんうんうん、難しい部分ですよ ね、 そうですね。ただそのさっき先生が言ってたその選択を決めるっていうのは、うん、もう後回しにしないで今なんだよね、きっと。そうだ、産むか産まないかはまず選択して、うん、それはまあ女性が決めることじゃん、うん、だから、まあ、私たちがどうしたいかっていうのをちょっと決めとかないと、うん、っていうのもありますよ ね、 そうですね。産まないと思ったとしてもやっぱ産みたくなるって場合もあるし、うんうんうん、でそこが難しいとこですよね。うん、そうですね。まあ、何かと女性は受け身になりがちですけれども、うんまあ、本来は女性がそこは選択していかなきゃいけない、うん、もうもちろん、うん、パートナーとの話し合いだけれども、うん、もう女性が自ら選択してほしいというふうに思います。うん、そうですよね。だって
産むのはね私たちでいいじゃないですか。産むか産まないか決めて、産むんだったらじゃあいつまでっていう、うん、その人生設計みたいなのをある程度しておいた方が結果自分たちが苦しまないってことですよね。結局辛くなるのは女性だし、我慢とか仕事とかもこう、まあ、やれないじゃないですか、うん、だからそうなるのは自分だから、うん、ある程度こう考えとかないといけないですよね。まあ、決まったら早いかもしれないね、女性の方が。でも、もう産むって決めて、じゃあ この年までに産めなかったらもういいみたいなのとかは女性の方が決められる気がする、うんうん、逆に産まないって決めて二人で生きていこうってなったら、うん、じゃあそうしようって、うん、女の人の方がなれるかもね、うんうんうん、確かに、うん、そうだね、うん、男の人は逆に言えないですもんね、うん、そうだね、うん、決めづらいですもんね。そうですね。じゃあ皆さん決めましょう。まずは検診から、うんうん、そうですね、もう明日からみんなと話し合いで、ね、どうするって今後どうするって、いつもうそもそも産む産まないみたいな、でも真剣に話さないと、まあそうだね、ダメだよってそうだ、ね、いうのを決めとかないと、まあね、まあ、35超えて40歳になってっていう時にまた、うん、ね、あの、うん、選択肢が少なくなっちゃうっていうのはいやあれですもんね、うん、もったいないですもんね。そうですね、うんうん、ね、勉強になるなんかこう先生だから言えるっていうこともすごくありますよね。友達同士で産む産まないって言って、うん、産んじゃうってちょっとで、ね、言いづらいのとかもあるじゃないですか、うん、そういう気軽な私ってどうしたらいいんだろう的なところから、うん、その田中先生に聞いてもらえるっていうのは、うん、もうぜひぜひ、うん、もうクリニックへ行っていただきたいですよね、うん、そうですね、まあ、うん、本当に敷居低く皆さんに来てもらえるように、うん、それこそ10代から、うん、あの生理の辛いことは相談しに行こうっていう風に、うん、あの頑張っていきたいと思います、うん、はい、今日はありがとうございました。いろいろ聞けたね。もう先生のところに行くのはホームページ、ね、で、名前が恵比寿ミカレディースクリニックで検索していただいて、はいはいはい、じゃあぜひみんなで行きましょう、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。あっという間にまたまた